朝沼稲ネジ建設者同盟は、1919年11月、早稲田大学を中心に結成された学生運動団体である。対象でも暮らし域の学生団体としては、東京帝国大学の新人会と並ぶ存在であった。早稲田大学では1918年末、東京帝大における新人会結成に刺激され、1919年2月、 学生団体、民人同盟会が結成された。しかしこの会は、顧問の招聘をめぐる問題から対立が深まり、話題はお、浅沼井根次郎、稲村隆一、三宅正一、田所照明民人同盟会を脱退したメンバーが、北沢慎次郎顧問に、同年11月新たに結成したのが、建設者同盟である。分裂後次第に急進化していった、民人同盟会と比べれば、 結成当初の建設者同盟は、恩恵な思想であったとされ、1920年8月に、社会主義者が、大同団結して結成した日本社会主義同盟には、会の中心である和田が、発起人として参加していたものの、大山育を、山川仁志、山川菊江、大杉久志らを講師に招いて、月2回の定例研究会を開催するなど、運動としてはあくまで啓蒙運動を、主としていた。 その後、会には東大、京大、明大など多大学の学生も加入するようになり、大学横断的な組織に発展した。1922年10月、建設者同盟は帰還し、建設者を総監、翌11月には、学生連合会の発足に伴い加盟した。この時期、顧問である北沢が、友愛会は東大の連中が牛耳っているから我々は、 農民運動を始めようと助言したこともあって、会は次第にそれまでの研究、啓蒙団体から農業、農民問題を中心に政治的実践に関わる団体へと脱皮していった。そして同年秋の日本農民組合関東同盟の結成を指導、日農の左傾化に貢献した。さらに、翌1923年春、総大学内の団体として、 文化同盟が発足した結果、建設者同盟は、学会社を中心とした社会主義団体へと再編され、浅沼、三宅、稲村、平野力造など、中心的な同人は、農民運動の指導者となっていった。しかし1926年に入って、無産政党結成運動において、党派的分裂が進行することになると、建設者同盟同人内部の思想的対立も表面化し、 同年12月、三宅、浅沼らが単一無産政党として結成された、左派優位の労働農民党を脱党し、中間派の日本労働党を決闘したことをきっかけに、建設者同盟は解散した。1922年10月に創刊された、機関し、建設者は、1923年12月号まで、刊行され、その後、青年運動、無産階級、 無産農民と海大を繰り返し会の解散まで続刊された。各市は1970年から1972年にかけて法政大学大原社会問題研究所編集による総書日本社会運動資料機関誌支編の一部として神田文人による海外を付して法政大学出版局より復刻刊行されている。また機関紙とは別に酒井敏彦。 社会主義学説の対応など建設者パンフレットも刊行された。ありがとうございます。